どうも、ヘルザレットです。それではコントロールやっていきましょう。いやー、前回急なボス戦からの雑魚敵もいきなり出てくるのね。あー、もう出てくるのがランダムか。あー、なるほど、そういう感じで来ます。こちらとね。そうか、もう敵が場所に関係なく湧くようになってきたか。いきますか。まあ腐敗するとああなるってことね。おお、爆発やべえ。意外と避けるのね、あなた。意外と銃の方が余計ない。そりゃあね、影からね。当てるのむずいな。痛いね。その隙間当ててきます。回復回復回復。危ない。痛い。にゃー、マジか。意外のあの左の高台はアンチだね。出したーしー。結果的に被弾するダメージは高くなるか。てか避けきれないのがきついな。真上にいるらしいが。お、上行くか。上上上。いてえ。いつの間にか上回ってたんだね。いやー、マジか。さあ、まず単純に左だね。さあ、3度目の正直なるか。
operate. ね、この位置でしっかり待ってる方が、ただヘッドショットすると、ああそういうこと、何発かどっちみちって感じか。して、なんか音が聞こえるな。おい。距離取るね。意外とリチャージが、長いね。ほらほら、影に隠れてるわね。よし、ヘッドショット決まったかな。いや、逃げたね。まあ連戦な感じか。なんかね、ちょこちょこ出てくるボスっぽいよね。トマッシって名前だったね。いた。ああ、で、こっちからも入れるようになったと。なんかすごい優雅な音楽が流れてたな。ティータイムじゃねえよ。全然ティータイムじゃねえよ。めっちゃ普通に強かったし。いやー、てか防御力、ライフだね。ライフがないのは辛いね。ん？そこになんかあるって。さあ、コントロールポイントゲッチュー。さあ、先に行けそうな感じなんで行きますか。上の方かな。上だね。
空飛ぶのはちょっとなー。でも能力的な主人公と同じ感じだよね。やっぱ相手持ちしてるよねー。ビュート概要、あ、やっぱしあったあった。ゲッチョ、ハウスメモリー、資料ゲスト、トマス氏ね、身分証全然見た目ちげえな。ヒス生物フィールド、特殊ヒスエージェントと、ああさっきにちょっと似てるね。The head of comms. The Hiss got him. さあ。All right, take this down.The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affecting the staff at the U.S. Embassy in Havana was caused by sonic weaponry in the hands of a foreign power. Numerous personnel have damage to the inner ear, but most are expected to make a full recovery. Of course, the event also damaged their cellular walls, but you can't blame that on some stupid noise gun. Thank God no local doctors examined them first.Honestly, what are the odds of all of that having to show up inside a U.S. embassy? Talk about good luck, huh? So much easier to... Are you still recording this? Tomas がなんか、あれなんかな? All right, take this down. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affected... さあ、一応これで OK なんで、さらに進む感じか。The hotline can't be far now. さあ、ホットラインはそんなに遠くないと言っているが、こちらとしてはもう一度会いそうで嫌なんだよな。ほんとね、普通に強かったよ、ボス。ホットラインの部屋。ずーっと鳴ってるんだよね。ビュートの追記、概要と追記か。さあさあ資料もちゃんとねゲットしながら、ホットセキュリティラインログ、トレンチばっかしやな。さあもうすぐかな。あれこの影は、ライトスイッチのコード、反転した黒のピラミッドで記された扉。おい待て、おい、マジか。でもなんかさっきの見覚えあるね、あの配置ね、映画でね、マーミンのせいじゃねえか。いやー、というわけでもない。Have we been here before? ん? No. あ、切り替えができないからってことか。Hotels across the country, on the road, on the run, under the radar. This feels like all of them, like something recognized from a dream. マジか。何回もしないといけなかったわけね。で、なんか自分の記憶の中を言ってる感じか。三角ね。これは四角。目のマークっぽかったけど。ほう、あ、なんか海外って感じやな。アメリカって感じ。Hello?
いないの？迷惑。特にアイテムはない。お邪魔します。うん、特に223、あっちは関係者室だったのかな。あれ？あれ？超能力も特に使えない。あら？いないね。開かない。ってことは意外と戻るパターンか。こっちか。何だったんだ？ん？ここは相変わらず開かない。違う扉がいたね。お、なんかある。キー has a black pyramid on it. その鍵には黒のピラミッドが隠されていると。もうこれでなんかどっか行けるようになるのかな。さあもう一回押してみよう。いや、押せなくない。これか。この部屋ってことか。お邪魔します。あ、橋ができてる。3回。マジか。ああいう風に何回も触らないとダメなところがあるわけか。むずいな。道理で落ちていくわな。さあ、もういい椅子やね。貝殻は送信機、橋である。局長はそれを使用してボード、遠隔地へ連絡をすることができる。アストラルプレーンチャレンジを達成せよ。おう、おう。なんかまた新しい能力かな？ホットラインを使えば余剰次元生命体と通信することができる。まあ、とりあえず近づけばいいのかな。そしたら、待って待って待って、そもそもな、そもそもなそもそもな、あのまずホットラインの仕方を教えてくれ。どれだどれだ。ホットライン、ホットラインのボタンは？ではないな。ちょいとお待ちを。
トラインとはどういうことだ？これつけて。何かそういうアイテムがあるのかな？それとも、とりあえずその目的地のところ、まで逃げろってことか。普通にやられ損じゃねえかマジか。なんかあいつと接触するのかと思ったよ。あそこあるね。マジか。よきやったらダイヤルしたと。あっあー、いや、でもライフは減らないのか、落ちてもね。動揺が隠せない。意外とジャンプギリギリっていうね。ほっ、よしよし。さあ、これでホットラインを使うと。電話、それがパワーオブジェクトだと。他のプレーンにそう接続って言ってるけど、そのプレーンは何のことかな？ A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me.She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director. ああ、直接会話ができるってことか。I have it. The hotline. I can reach Trench. あった、ホットラインねと。He feels more like an echo. An echo with important info. I need to get back to Emily. さあ、これで戻ることができると。People react strongly when I tell them about you. なんか捜査局のそのボスはリーダーみたいなこと言ってたね。She might be able to help.左が来た道で右が開いたのか。おお、戻ってきた。なるほどね。あれ、局長のご遺体が。あとトマッシュの話は出てきたね。その中の一人だったけど、やっぱあれか、超能力の力に飲み込まれた感じか。それかヒスの方かな。あ、ヒスに飲み込まれたって言ったね。ヒスになんか近い能力なのかもしれないね。おお今閉まったよね。ここ通れば短縮と。いやー、だいぶこの回はマップが収まってきたかな。ちなみにダメージはこれぐらいだったら入らない。
あれ、こんな部屋あったっけ？うん、特には何もないと。ここだね。さあ、帰ってきたよ。Emily? Let's talk. Of course. I got the hotline. I can make out what Trench is saying now. Incredible. What did he say? He talked about his management team. People who knew the Bureau's secrets. Your boss, darling. Tomasi, but he's gone. He has gone. Salvador? He's the head of security. And Marshall?Helen Marshall is head of operations. She's tough. やっぱ知ってるんだね。She took her rangers and went to the research sector to secure the HRA production. She hasn't come back. Someone who could help us. The other sectors. How do I get there? It's impossible because of the internal lockdown. You can perform a directorial override to lift it, but that can only be done in the maintenance sector. Normally, you take the sector elevator down there. It connects all the sectors.But it won't work while the lockdown is in effect. We already got past one lockdown. Maybe I can find a way. Jesse, look, with no prep, no training, in this extreme situation, you are doing phenomenally well. And all that in the HIS can't seem to affect you. I mean, I would love to run some tests on you. If you agree, that is. We could find out something that would help us.Tests? I don't know. She might find out about you. But I wouldn't mind understanding more myself. Okay. If you think it will help. Great. I'll check the internal documentation for any lockdown bypasses. We need to get these sectors open to locate Darling and Marshall. And I'll look for a way inside the maintenance sector. The sooner we find one, the sooner I reach this override.さあ、他のセクターにも行けるみたいだね。でもなんかメンテナンスかなんかセクターを行かないと操作できないみたいな話だったよね。ん？そういえばこん人管理人とか言ってたけど、なんかあの管理人怪しいな。次のマップもマップでなんか嫌そうな感じだね。うわ、すげえことなっちゃう。さあ、非通知着信クリアと。メインミッション一つクリアですね。局長用解除スイッチと。おお、新しい能力が一番近くにあるコントロールポイントでアップグレードができますと。おお、これ話すと話進めさ、先に まずね、アップデートだよね。アストラルビルディングっていうのは？ああ、武器の強化ね。粉砕の組み立て。粉砕は近距離に集まった敵を無差別に攻撃すると。はあ、なるほど。隠された武器強化。うわー、悩むなー。どういうことだ。何で何が強くなるのかが全く分かってないからね。ヘルスが10プラス10、エネルギープラス10、近接ダメージ、刀脚、
刀脚はちょっと強くしときたいよね。普通にね、雑魚相手するならっていう感じもあるから。近接か、まあやっぱ。お、なんか解放された。武器フォーム追加スロットと。ああ、なるほどね。能力上げると解放されていくって感じか。あと1、まあここも上げとこう、とりあえず。アストラルヒルディングで、まあ作るかこれね。新しい武器フォーム、アップグレードどんどんやっていく感じか。ボード指令、はいはいはい。なるほどね。で、武器が手に入ったわけだが、粉砕ブーストだね、こっちはね。で、銃はどうやって切り替えるんだろうね。まあ、それも多分今からやりつつなのかな。ミッションね。とりあえず話しとこうか。The hiss are tampering with it somehow, agitating it. Matching frequencies maybe. さあちょっと話。I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know. ちょっと待った。間違えてキャンセルしてしまった。Where did the hiss come from? そうだね、ヒスどこから来たんだろうね。The hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end.Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. わからないことの方が多いって感じか。さあ、あとはあれだね。経験値的なのが。という感じか。そしたら対応の、まあいいか、これでいこうか。鼻歌聞こえてたけど、エレベーター近くなんちゃらかんちゃらって言ってたね。おお、かっこいいね、変え方ね。そういう感じ。はあ。いや、違う違う、こっちではない。武器はちょっとあれはあれで新鮮だな。あれ、鼻歌聞こえたけど、ファストトラベルで、いや、まだここっぽいね。マークがなんかついてるんだよな。
さすがに中にいないよね。ではない。上の方かな。いや、エレベーターの方って言ってたな、そういや。Meet me in the maintenance. メンテナンスセクターに来てくれと。それがどこかを教えてほしい。が、Like I said before, the janitor is a friendly face. あの管理にはいい人ね。何をもっていい人なのかが分かんないね。The maintenance sector is the janitor domain. If I can find Ati here, he can help me reach the override. Maybe it was you who got me into the oldest house with the lockdown on. Maybe it was Ati. It felt like he made the elevator appear that took me to Trench's office. Is Ati guiding me too? さあ、Atiを探せということで。どこにいるかなんだろうけど、まあ一番奥だろうね。入れない。この赤いの見るとね、さっきのでダメージを受けそうな気がしてね。絶対出てくるな。さあさあ、うん、てかいたね。微妙にずれる。さあ、さあまず素手を終わらせようかな。おい、こんな感じでサクッといけるんだったらまだいいね。この銃使ってないけどね。いやー、浄化の仕方がハガレンなんだよな。うん、能力アサルビルディング、これも何かしらいじれると。さあ浄化したから通れるところないかな。意外となしか。
いやー、意外と素材もないね。下に当たらんよな、さすがにな。上か。そういう感じで来ちゃいます。さて、上上、これで一つミッションはクリアだからいいとして、上上がりたいね。痛い。それ激しいね、だいぶ。新しい素材もゲッチュッと。警備員、まあ、やっぱ敵の種類が一応あるんだね、ちゃんとね。いや、ちゃんと敵倒したら回復しとかないとね。あと三段は確かに強いけど、一回強化しないとちょっと辛い感じもするな。距離も距離で、あの距離だったら殴った方が早い時もあるしね。よし、 OK かな。めっちゃ広いな。てか後ろなんか、あったのか、あのマークは。なんか音がするんだよな。これか。あ、回復回復。さあ、通り抜けて、What's down that way?マーティーの声がする。てかポスターアーティーじゃん。Well done. よくやったと。合格だぞ。おめでとうの時間だな。一匹最悪だと。最後の最後に怒ったんだ。助手は本当に必要なんだ。Funny thing is, I've been a janitor. I'm more at home in that role than as the director. Only Ati here seems to see that. Yeah, hi, Ati. Look, we need to get the lockdown lifted. Otherwise, I can't get to the other sectors. Can you help me get to the override?
Yes, yes. Easy peasy. It's just around the corner. But first, we need to get you working. Very small couple of hours job. Something tells me it's going to be more than that.Aha, you think there's a dog buried in this? I can tell you are not yesterday's Krause's son. That's why you'll make a great assistant. Very well. I'll hit the facts on the table. Mama, that's on perkele suora, that this house has a vermin problem. A bad one. いきなり横文字出てきたもな。発電機がめちゃくちゃになったってことか。うん。生活者の中で我々窮屈に感じるようになってきた。爆発する前にこの事業を直さなきゃ全員サハラ砂漠の砂みたいに消えちまう。Trying my best to keep up with this.Fix the coolant pumps and the power generators, otherwise the power plant will blow. But don't you worry. I've left you clear instructions. You'll catch the end of the thread before I go to my place. 説明書ね。俺が休暇に行く前までにと。On the task board here. You can do later, when you have time. Vacation? Right. Yes. No one's gonna cancel my holiday or seat's gonna rattle.But don't worry at all. You'll take care of it and soon this crisis gonna be last winter snow. You better go now, so you don't have to run with your head as your third leg. The door in the back leads to the plant. The door in the back. これで Thank you, Ati. 入れる部屋が増えるってわけか。で説明書新しいミッション、ミッションゴミを燃やせと。Burn it all. Burn it into a reindeer, not into a moose. 全部燃やせか。さあ、そうだね。セーブポイントがちょっと戻ってからとなる感じか。まあ、あの、点点点がそのね、ポイントだからね。そしたら、結構ね、いい時間になってきたんで、今回ここまでに、しますか。そうだね。今回ここまでにして、ちょっと次回は、次回はって言ったら、矢先に、あ、こっち特にない。矢先にね、戻る最中に出てくるのはなしよ。さあ、どうだ？片付いたか？よし、片付いた。だいぶ慣れたね。やっぱ、やっただけだね、こういうゲームはね。まあ、場所っていうか、マップを覚えてるのもあるんだろうけどね。よし、戻ってきた。そしたら、そうだね、次回アップデートとかいろいろ、ね、して、アストラビルディングとかもしておいてから続きを。やっていきたいなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあ、またな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。